広島カープ塾始めます。今日は開幕戦をちょっといろいろ話をしてみようかと。はい、弟子4番でございます。事前ですね、塾長からメモをいただいてまして、今日は開幕戦3月29日金曜日 DeNA 対カープ横浜スタジアムで行うんですね。この開幕戦のスタメンをお話していくと、おすいですね、ピッチャーは栗投手ということが発表されて、で相手は東投手、これは変わりがないという前提で話していただくといったことです。すでに塾長ジャム1番から守備士と打順も含めてですね、お話していただくと、1番誰なんでしょうか。確かに1番は結果はライトの間で来るだろうと。1番ライトの間ですね。はい、まずちょっと一旦じゃあ読み上げていただくと、1番ライトの番ですね。じゃあ2番はどうなんでしょうか。2番はですね、私ね、まあ確かにセンター久保だとは思うんですけど、ええ、まあそうは言っても2番には起用できにくいので、うん、レフトで堂林を入れるんではないかなと。先日ね、ホームランも出ましたしね。東林は、まあ、うん、最近そこまでではないですけれども、10打席でどれぐらいヒットと出塁するかなんですよね、この選手。うん。塾長の方から東林選手って非常に真面目な選手で、責任感も強いんで、最初のね、シーズンの10打席の結果がいいと、その1点もいいという傾向があるっていう話ですよね。これね、私、なんで堂林レフト様やかっていうと、はい、新井監督は、多分 DeNA の、まあ、今回、松田ではなくて、まあ、横浜スタジアムのことと、東投手、はい、を考えて、はい、両外国人がスタメンが前提なんですね。まだ堂林選手は左投手に対して強いですよね。強いですし、東選手、まあ、あとはいろんなことができますので。あ、そうですね。はい。器用、ある程度器用ですので、まあ、2番レフトで堂林。はい、わかりました。じゃあ3番は ?3 番はもうこれ小園でしょ。はい、ショートですか。まあ、ショート小園、もうオープン戦見ても、はい、なんつうかな、本人の今シーズンの、なんつうかな、はい、チームリーダーになろうっていう意識も含めて、はい、1番じゃ振り返ります。1番ライトの間、2番レフト堂林、3番ショート小園ということですね。はい、はい、4番は4番は私はファーストでシャイナー使ってくるんだろうと。あ、レイノルズ選手じゃなくてシャイナー選手は4番だと、シャイナーを使ってくるんだと思うんですね。はい、でこれは多分新井監督は、左なんで、で、まあ、逆に言うとここ数試合シャイナー選手の方がヒット打ってますので、そうですね、オープン戦の打率関係ないんで、要はここ最近どれぐらい自分のスイングできてるかっていうことを新井監督見てると思うと、レイノルズよりシャイナーの方が、まだいい。振りは振れてるんですよね。また、DeNA 投手陣って、基本的に、まあ、この東投手もそうですけども、先発は左の方が充実してるんですよね、どちらかといえば。そうですね。これが今、穴が抜けたところで、左が充実してるチーム、現実なので、多分シャイナーがファーストで4番でしょう。はい、こう開幕戦ですね。はい、5番は誰でしょう。5番は私はサードで、
はい、これレイノルズを使ってくると思います。あ、5番サードレイノルズ、外国人、こう右の外国人を2人並べるとか、この外国人は使ってくると思うんですね。はい、もともとシャイナー選手は4番バッター系で、レイノルズ選手が3番5番とかイメージしたんでしょうね。そうですね、はい、ここね来てくるだろうと。はい、じゃあ5番4番シャイナー選手5番とか、小園シャイナーレイノルズのクリーンアップということですね。はい、はい、じゃあ6番は、6番はこれでセカンドは菊池を使ってくるんじゃない。ああ、右が3人連続並ぶ感じですね。まあ、4人ですよね。ああ、3人ですね。4、5、6と。はい、4、5、6と並びますよね。これ、菊池に関しては、はい、そうは言っても結構打点取りたがる選手なんですよ。はい、6番ということですかね。6番、セカンドですよね。もちろんね。はい。じゃあ7番ですね。7番ですよ。で、ここは打順上難しいんですよね。うん。要は、多分センターは、東が先発以上で、1軍登録決定した、はい、久保の使い方なんだ。久保修選手、前以前ね、塾長に話してきましたね、久保修選手ね。はい、右の、はい、これで坂倉7番キャッチャーにするのか、うん、今日は7番に久保を入れるのか。ああ、右をいっぱい並べるか、一回左で挟むかってことですか。それと、開幕クリと初めて組むんですよね、坂倉も。あ、そうかもしれないですね。はい、で、そうキャッチャーの負担を考える、はい、開幕3連戦を考えると、もしかすると、坂倉の負担を考えて、坂倉8番、7番、久保か。それよりも、まあ、要は、東から、まあ、2023年で言うと、まあ、6球団で言うと、まあ、セリーグ6球団、まあ、例年抜かす5球団なんですが、点取れてないんですよ。カープが。まあ、カープ含めてね、だって防御率見たらそうなんですから、そうですね、そうですね。でこれを見ると点取れないから久保7番8番坂倉もあるから、もう点取らない合戦。はいはいはい、なるほど。坂倉にもう打たなくていいよと、打たなくていいよって表現も変なんですけど、うん、7番に久保を入れて、うん、坂倉8番もあるかなと。キャッチャーとして守りに集中してくださいってことありますね。そうすると、そうですね、うん、要は下手したら新井監督が1、まあ三浦監督もだと思うんですけど、栗と東で多分、両監督イメージしてるのは、1-0-2-1 だと思う。そうですよね。まあ、両投手との DNA の中でも一番、ピッチャーとして先発としていいから、東投手を開幕で選んでるわけですからね。要は、両投手ともホームランでの失点が多くて、防御率若干悪いですけど、ホームランない時の防御率は、基本的に、0点台なんですよね、うん、そうするとどうですか、こう塾長のこう坂倉捕手として相澤捕手で、まあ、右バッターですしね、そうじゃなくてやっぱそうは言っても坂倉捕手が出る可能性高いですか、開幕戦。クリとの相性ですよね。あ、要は両サイドリードしませんから坂倉が。そうですね、クリが伸びて、クリとの、まあ、その試合
のリードで見たら、うん、坂倉の方が相性いいわけですよ。おっしゃってますよね。大瀬良投手なんかは実は相澤投手とかの良くて、まくり投手とか森下投手とかは坂倉の方がいいんじゃないかと、ね。そうですね。あの要は言い方で投稿だとか、まあ、先発5人の中で言うと、多分8、トコダ、大瀬良は、それは相澤の方が、リードの引き出しとかね、リードのタイミング、サインの出し方とか、バッターとのタイミングずらせ方と、等々見ると、多分相澤の方が、そうですね。長所を伸ばせると思うんですよ。ところが、逆に栗森下に関しては、相澤がやると、栗森下の長所を殺すんですよね。うん。なるほどね。なので、まあ、坂倉だろうと。まあ、今、塾長は、はい。坂倉という前提で相手が東投手左ピッチャーですし、投手になるだろうと。そして、栗投手との開幕戦って初めてなもんですから、まあ、そもそも開幕戦ということはね、キャッチャーも負担があるということで、7番と8か8番で悩まれてるということですね。多分、そう来ると思うんですよ。ね、これ多分、一回り済むと、堂林、坂倉がひっくり返る可能性もあるんです。2番、8番。あるかもしれないですね。ただ、開幕戦、相手が東だと。で、考えてくると、多分、野間のけ、まあ、野間自身も言ってますけど、なぜ単打しか打てませんから。そうですね。これはもう野間の一番は、で、まあ、申し訳ない、田中野間の欠点は、バントが下手すぎますので。一番と。たときに、じゃあ7番はどっちにしますか、久保。7番は久保修選手か、ね、これ、久保でいいと思います。久保ですか。ああ。じゃあ7番、センター、久保修ですね。はい。はい。ね、8番、キャッチャー、坂倉。坂倉まあ、9番は決まってます。9番も来るですよね。来りますよね。じゃあもう一回1番からいきますね。1番、ライトの場。2番、レフト、堂林。3番、ショート、小園。4番、ファースト、シャイナー。5番、サード、レイノーズ。6番、セカンド、菊池。7番、センター、久保。久保修と言いましょう。はい。はい、8番、キャッチャー、坂倉と。で、9番、ピッチャー、クリアレンと。こういうことですかね。まあ、これ私はこのオーダーで来るんじゃないかな。となると、やっぱり、怪我、左くるぶしの怪我が言われてる、秋山選手だとか、例えば絶好調とも言われてる、相澤捕手だとかは、スタメンには使わない。使わないと思います。で、これ、田村も使わないと思うんです。はい、逆に言うと、はい、東をどこでカープの打線が球数含めて下ろせるか、下ろした時点で多分久保修に代わって田村はすぐ出てくると、DeNA 投手陣少なくとも今年に関しては中継ぎ特に勝ちゲームに投げるんだ投手陣って右中心ですよね。思ったよりも先発は左ですけど、はい、基本的には中継ぎ抑えは左は減りましたから、ね、例えば伊勢博文投手とか例えば、山崎朝日投手だとか例えば上茶大投手とかこの辺りがそうだ森原投手ですね。はい、でここに多分相性合いそうなのは田村なんですよね。そうですよね。左ってことですよね。ええー。
なので、開幕ですよね。開幕で言うと、はい。これ多分、田村とか左は外してくる。うん。そう。外すっていう言い方よりも、はい。要は、東をどこで引きずり下ろした時点で、うん。秋山、田村、京都の左がどんどん出てくるからなんですよね。そうですね。去年の東投手にはちょっと手こずりましたね、カープはね。手こずりましたから。だから、多分、九里も投げますけども、うん、一番は、東を下ろした時点で、多分、まず一番手は、久保に代わって田村は出てくると思うんですよ。うん、そうですね。この東投手っていうのは本当に不思議な投手で、2018年は24試合24先発11勝5敗ですけど、そこから19年は7戦投げて7戦先発4勝2敗。防御率もですね、3.76 よくなかったです。で、2021年 2.29 で防御率いいんですけど、3戦投げて3登板で1勝2敗。2022年は 4.62 で12登板9先発1勝6敗。ただ、2023年は今度は防御率 1.98、24登板24先発16勝3敗と。非常にこう極端な成績を出しますね。極端というかな、東が厄介なのは、怪我だけですから。そうですね。投げれるから投げさせただけなんですね。負けた22年等々も、ね。はい。だから問題は、東の状態自体だけ。そうですよね。なので、ここでカープにしてみると、久保がいるのが大きいんですよね。要は末金がいませんので。はい。そうですよね。今の状態では。そうですよね。あ、まあ、当然、中村健人も、その、対東で言うと、まあ、荒井監督で言うと、久保、中村健人ではなくて、久保を選んだって思った方がいいと思ってますので。まだ、オープン戦とは言っても西武戦でしたかね。非常にファインプレーがありましたね、久保修選手ね。そうです。ホームランもありましたし。はい。この辺も。一番は、荒井監督にしてみると、一番心配してたのはストレートの打ち負けなんですよ。そうですよね。久保に対して。これがないんですよ。今シーズン。ファインプレーはソフトバンク戦でしたね。そうでしたね。失礼しました。守備は悪くないですから。そう、センターでも出しやすいってことですか。まあ、センターでは使ってきやすい。まあ、主にセンターも守ってる選手。まあ、野間のセンターよりも信用がない、ありますので。ライトの野間選手は全然いい感じがしますよね。野間はね、レフトライトの両翼はいいんですけど、センターの戸惑いを、まあね、どうにかしてほしい。でもどうですか？センター前期のレフトライトはダメとかですね。まあ、ライトは、いや、レフトはいいけど、センターダメっていう選手は結構多いような気がするんですけど、ね。かなりいます。例えば、昔、阪急からオリックスになった南村選手とか、まあ、当然、メジャーの動画にも載る山森選手、まあ、元阪急なんですけど、彼らもセンターの守備、うまくないですからね。うん。どっか両翼がうまくなれば中堅って真ん中のセンターがうまくないとか、あ、逆も結局、まあ、当然守備悪くなかったですけど、タオ選手ですね、中日、西武、阪神、
った選手とか、うん、まあ、吉武選手とかですね、はい、このセンあの、で、両翼に対してセンターの守備が、はい、うまくいかない。まあ、阪神、西武、まあ、これも西武、西武は行ってないと思うんですけど、まあ、阪神にいた北村選手はセンターはいいですよ。はい、両翼はダメと、ね。はい。まあ、あの、カープにいた長野選手もね、もともとジャイアンツ、西武、センター、もしくはライトでしたけど、レフトがちょっといい。厳しかったですね。まあ、レフトはひどかったですよね。っていう、そうですね、この、やっぱり打球を見る、感覚、はい、打球判断、そうですよね。なかなか難しいものはあると思うんですね。まあ、当然、ピッチャーが投げて、プロの打球ですので、その、瞬間の判断しなきゃいけない打球を打ってるのは間違い、そうですね。ないんですよ。だから、末金をセンターで使えないのもそのせい。うん。その意味では、あの、塾長のその、単打しか出ないっていうところもあるんですけども、野間選手は、こう、粘り打ちができるところもあるんで、一番バッターとしてヒット出なくても、石田と、東投手のですね、球数いっぱい投げさせると。なんかそういうことで彼の価値を出せればいいですね。そうですね。だから野間が、あの、新井監督、打撃コーチも指導してるとは思うんですけど、あの、要は、単打しか出ないことを、今年長打狙うようなこと言ってましたけど、いや、そうじゃなくて、出塁してるでしょって話に持って、あげなきゃいけないんですね。そうですよね。あとは怪我せずで出てもらえば、要は野間が厄介なのはいろんな体調不良で、スタメンだけじゃないですね、あの、その、はい、試合自体も出ないケースが2023年多かったですから、そうですね。守備固めも出てこれないのっていう。そうですね。はい。そうですよね。この心配の方が、私は心配した方がいいと思うんですよ。野間に長打はいらない。ね、怪我という意味で言うと、葉月選手、それから曽根選手も両方ともね、怪我してると、まあ、瀬金選手もそうなんですけども、まあ、このあたりは、久保修選手がいれば大丈夫なんですかね。あの、カープ全体には走れますから。そうですよね。だから、別に、その、走塁のスペシャリストも盗塁する選手がいない、はい、って言っても、うん、だったら打者がゴロ転がして二塁に転がせば、はい、その走力は持ってる選手は揃ってますから、はい、あとバッティングで言うと相澤選手、それから松山選手、それから田村選手と打撃好調3人を全部代打に残せるっていうのもこの打順の良さですね。そうですね。あの、多分、DeNA 戦の、まあ、3試合。まあ、今回開幕を中心に話しますけども、はい、多分、もう終盤勝負です。そうは言っても DeNA だって終盤にそれなりの代打残してきますので。そうですよね。カードの切り合いだということですね。カードの切り合いの時に、はい、多分新井監督の方が、まあ残念ながらビジターなので、先に切るしかないん。そうですね。で、逆に言うと、東が選択なので、先に切りやすいって言い方もある。そうですね。なるほどね。相澤とか、だから先に切って消えるんですよ。そうですよね。右を。で、右いなくなったら、もうあとはカープは左しか残ってないしても、うん、逆に言うと DeNA の8、9、
もしくは園長に関しては右しかいませんので、うんうん、田中だろうが田村だろうが、ね、左をどんどん切ればいいだけなんで。そうですね。松山もそうですよね。はい。だからピッチャーもジャクソン投手とかですね、ウェンデルケン投手とか、もう両方とも右ですからね。右ですから、だから相澤の切り方次第だけで。ですよね。はい。まあ、堂林はスタメン使っちゃっていいのは、そこなんですよね。はい、今年の DeNA は、エスコバはいませんので。そうですね。あ、ジャクソン投手は多分先発で使うんでしょうね。ウェンデルケン投手が。ウェンデルケン投手、ジャクソンはカープ戦の2戦目とはいえ、右なので。うん、結局、その DeNA の左投手陣がそんな多くいないと、先発と比較して。ここ使う。そうですね。リリーフに関しては、2023、22、20とか、21年みたいに、左の優秀な左がいませんので、そうですね。ピッチャーで。これぞっていう左、いや左の左キラーみたいな左はいませんので。一つあと忘れました。右手では森唯人投手もね、今年から DeNA ですもんね。もうこれもまた右ですしね。ですね。だから、ヤクルトの方は左を取りましたけど、DeNA は森唯人の方を取りましたの。この右の中継ぎに左の代打陣をぶつけてくると、カープが。ですね。だから、先発が DeNA は左が、まあ、カープ戦は、まあ、2戦目、3戦目、右が予想されてますけれども、ええ。そうは言っても、例年以上に DeNA 右が多いと思って。中継ぎは、どの道中継ぎはそうだと思ってますね。だから、はい、これは先発は、まあ、一番、まあ、どうでしょう、新井監督がほっとしてるのは、小園3番に据えられる。そうですね、国家的ですね。それと野間が間に合ってる。だから、そうですね、まあ、一歩間違えると、まあ、野間なのか、下手すると秋山なのかの選択だけだ。はい、わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。